お疲れ様です、ポンタです。今日はですね、信長の野望波動を解説していきたいと思います。皆さんぜひぜひ登録、いいね、コメントお願いします。いつもありがとうございます。さて今日はですね、はい、ズバリ里を移転させる方法について説明していきたいと思います。里の移転、まあもう知ってるよっていう方も多いと思うんですけれども、結構ですね問い合わせがあったりややこしい、わからないって検索される方多いようなので、まあ、ここ一発ですねちょっと、まあ、基本的なところなんですけど説明していこうかなと思います。マニュアル代わりにね。はい、まあそうなんですよ。結構ですねこの三国志波動と大きく違うところはこの移転システムになってまして、この信長の波動ですね、移転なかなか思ったとおりできないよ、なんか好きなとこ移転できないよっていうのは、ね、最初迷うポイントらしいんですよね。はい、でですね、で僕もちょっと今移転してみようかなと思った時に、よし、じゃあちょっと今僕山梨県付近にいるけど田舎の群馬に帰ろうかなみたいな感じでですね、群馬の方を選んでみたいんですけど、沼田とかかな、あここ空いてんなって感じでクリックしても移転できないんです。あれで、なんか攻めればいいのかな、あれ攻めらんねえやみたいな、どうしたらいいんだって、まあ、結構ここで詰まるらしいんですよね。はい、実はですね、信長の野望波動は移転する場所がですね制限がかかってます。つまり自分の領土とか、あともしくはですね一門と呼ばれる自分のクランの仲間の領土にしか引っ越すことができないんですよね。はい、例えば自分の領土を選んでみましょうか。これ僕の領土なんです。まあ、調達っていう資源取りに行くのはできるんですけど、そうじゃなくてこのですね真ん中じゃないところをタップするとクリックするとなんか家がですね移転引っ越してる系のマークが出るんですよ、ね、ここを押すんです。ここを押すと選択してした地点に里を移転しますかって出て、距離100ごとに利量移転料1消費して移動することができるっていう、こんなシステムになってます。はい、まあ、こうやってどんどん移動していくんですけれども、最初ですね、はい、自分の領土なくて移転できないよって方はまず自分の領土を隣に作ってくださいっていう感じになるんですかね。はい、でそうでなければまあ一門っていうところを選ぶんですけど、一門の領土選び方は維新期を選んで、そこの一門タブのところを選ぶと、僕今一門入ってないんですけど、一門タブの中に出てくるその座標を押してもらうとピョーと飛べて、そこにまあ移転できるよっていう感じになります。はい、まあ、なので結構一門入るのかなり必要かなと思います。でなかなかですね自分の移転ボタンが表示されないっていう方は、まあこのですね一門の領土を選んでないっていうところが大きな原因になるのかなとは思ってます。はい、よろしいでしょうか。まあ簡単なんですけれども、この仕様は結構特殊なので、はい、説明してみました。まあそのおかげというかですね、そのおかげでまあこのマップがですねあまりにもバラバラな感じにならないですね。この仕様のおかげというか、なんというか、まあ自分の領土が固まって表示される、竹だけだったら竹だけが固まって色が表示されるっていう仕様になってるんですよね。なのであまりにもこうですねモザイク状にはならないようになってるんですけれども、逆にですねそのせいで思ったところ攻められないで閉じ込められたまま結構平和な世界が出現しているという、今の信長の波動の世界になっております。はい、まあ、そこ結構問題になったりはしてるんですけれども、この移転のですね事業移転例ってどこで買うのかっていうところなんですけど、まあ、商店ってところを知ってもらうと、ここの通常っていうところの中に事業移転例っていうのがあるので、これ100でですね買うことができます。小判100で、まあ、小判100って結構高いのでガチャ何個引けんだよって、まあ下手したら1個ぐらいですね1人ぐらい引けるじゃないかっていう金額なのでもったいないので、なかなか使いたくないんですよね。まあ、なので移転もなかなかできない、しづらいという感じなんですけど、まあ、どうしても移転しなきゃいけないっていうところは、まあ、やっぱり一つ離れた領土を取りたいなっていう時かなと思います。まあ、自分の領土の隣か、まあ、あるいは一門の領土の隣しか制圧できないので、まあ、そこの先の方に移動していって隣の領土を攻めたいみたいな感じですね、いう時に移転できるのかなとは思います。まあ、距離が100以上離れてるとですね制圧できないので、離れてる領土を制圧したい時には近くまでちゃんと移転させる必要があったりします。はい、あとはですね、まあ、甲状腺とかで攻める時に里がですね、攻めたいぞっていう春日山城攻めるぞっていう時は春日山城のそばまで行かないと参戦できないので、はい、なので近くの方にまでですね移転していくっていう必要があるのかなとは思います。まあ、なので結構甲状腺も大変ですよね。この貴重な事業移転料を使って近くまで
行かないといけないし、はい、まあ、近くまで行ったとしてもそもそも15人の一門のうち何人のお前その時間にできんだよみたいな、忙しいのにおっさんたちなのみたいな、そんな問題も起きてんじゃないかなと思って、結構思ったよりも戦乱のようが起きてないんですよね。はい、信長ではば激しい攻城戦とかですね、激しい戦乱が売りかなと思うんですけど、結構この移転システムのおかげで攻城戦も起きてないし、隣の領土も攻めてる人もそんなにいないし、結構平和な世界が現実しちゃっていて、割と何だか何ですかね、シミュレーションっぽくなっちゃってるんですけど、そうですね、そんなに、毎日毎日起きないだろうっていう、そこまで戦国の世を再現しなくていいと思うんですけどね、まあ、そんな感じになっちゃってるので、それは良くないなと思うんですよね。もうちょっとこうゲームとして体験を高めてほしいな、もっとバチバチやりたいなっていう人が今増えているので、その辺のところちょっと声さんなんとかしてほしいなとは思っております。いかがでしたでしょうか。すいません、まあ、移転、まあ、まとめますと、移転するときには自分の領土か一門の領土しか移転できない。でそれを選ぶときに維新機っていうところをクリックしてもらうと座標があるので、その座標をクリックして、そこでですね、その土地に移転令を使って家のマークで引っ越すというところになっております。あとシンプルですけれども、はい、この辺のところ押さえていただくがいいんじゃないかなとは思います。ただですね、まあ、この移転令もいつまでこの仕様なのかなっていうのはちょっと心配なんですよね。割となんか不評なので、この辺のところは、まあ、治ったらですね、はい、また新しい動画なんか出していこうかなと思います。ぜひですね、皆さんもご意見とかいただければと思います。まあ、面白いゲームなんで引き続きやっていきたいと思います。じゃあすいません、今日どうもありがとうございました。失礼いたします。